全国1億2000万人のスキヤフアの皆さん、こんにちは。スキヤ博士こと吉田成正です。はい、ということで、はい、スキヤさんでございます。スキヤさんでございます。まあ、このところ吉野家とかね、行ってたりしましたけど、吉野家がね、非常にリーズナブル でポイントがついてね、美味しいっていうことが分かったんで、吉野家さん行ってましたけどね、やっぱスキヤという子、スキヤがスキヤということでですね、行ってみたいと思います。はい、今日はこちらでございます。ババン。はい、こちらの方がですね、シーザーレタス牛ということになってますね。さあ、こちらでございますね。シーザーレタスね、肉、こちらがチーズでしょうかね。美味しそうでございますね、これ。はい、じゃあ行ってみましょうね。はい、もう食べましょう。このね、これどう、このまま行きましょうかね、とりあえず。はい、いただきますね。どうなんでしょうか。いただきます。うん、うん、うん、あ、なんか不思議な味だな、これ。なんだろう。うん、まあ今んとこ米うまし、肉うましなんですけど、なんかね、不思議な味、なんだろう。まあ、あんまり食べたことがない組み合わせだからでしょうかね。でも、シーザーサラダは、うま、あの、好きですね。で、この、上にちょっとかかってるチーズも今ちょっと口の中に入りましたけど、ようやく今。美味しい。うん。うん。で、このシーザーソースなんですけども、レターじゃないね。レッドチェダーチーズとゴルゴンゾーラチーズ。そして、ブラックペッパーかなを混ぜた、すごいね、クリーミーのね、ソースになってるみたいですね。うん。うん。うん。そうだ。スプーンをもらってたのを忘れてました。やっぱスプーンがね、食べやすいですね。はい。スプーンでね、いただきましょう。うん、どうだろうか、これどうなんだろうな。レタス、どうなんだろう。まあ、うまいんですけど、なんだろうな。これだったら、シーザーレタスっていうことでやってるから、シーザーレタス、シーザーレタスのサラダってあるじゃないですか。だから、そんだけさっぱりしてるよ。でも牛丼も食べれるよってことで多分やってると思うんですけども、野菜を取るっていう部分で言うと、僕は玉ねぎ多めで、ブラックペッパーバッてあって、さっきのチーズがあって、牛丼、肉、なら、リピートするかなっていう感じですね。うん。はい。そうだね。うん、それが結論かな。うん。ですね。なんかネットにまずいとか書いてありましたけど、まずい代物ではない。うん。ただ、レタスか、ご飯か、っていうことであれば、やっぱりね、まあ玉ねぎは僕が好きだっていうこともありますけどね、さっき言った取り合わせ組み合わせで、で、温玉でも乗っけたら最高かなっていう感じですね。はい。はい、ありがとうございました。ということでございました。ですね、私の感想はそんな感じです。はい、まあ、まあいろんなね、試してみてね、私のね、意見だけが、すべての意見ではないのでね、まあ、またスキヤさんですね、いろんな商品開発していただけたらと思います。はい。ありがとうございました。ということで、今日は、スキヤさんのですね、期間限定ですかね、こちらね、シーザーレタス牛丼でございました。ありがとうございました。ではまた。